家庭教師じゃないんだ。15分経ったら来い。ことこひょっとして全部解いてくれちゃう気かも。まさか15分っていくらなんでも。すっげえ全部解き方まで説明してある。これ全部15分で。テストに出る場所まで書いてある。さすがよね、入江は大学進学なんて余裕だわ。何言ってんの、入江ほどの男がうちの大学に行くわけないじゃん。あ、そっか。当然、東大よ東大。そっか、そうだよね。もうすぐ入江くんとは別々の大学へ行ってお別れ。これで物理は救われたな。物理以外はどうする。ダメよ、昨日これ教えてもらうのだってどんなに大変だったか。そこをなんとか。アホかお前ら。なんであんな野郎に小人教えてもらうのあかんねん。お前らにはプライド呪文ないか。そんな悠長なこと言ってる場合じゃないだろ金ちゃん。将来が開けるならプライドなんかいくらでも捨てるね。お前ら何なのこの森は。というわけでごとくお願い。あなただけが頼りよ。そんなこと言ったって。